森ありの朝はだいたいこんな感じで始まります。みんなと違ったモーニングルーティーンをお楽しみください。まず目覚まし音がリバウンドするぞっていうあの脅しで始まります。で、すごい焦って夢の中から頑張ってもがき苦しんで起きてリバウンドしたくねーって思いながら止めるところまでが私の朝起きるところまでなんですけれども、ここからが現実に戻る時でですね、あの髪の毛に気づく瞬間になります。なので今回はヘアルーティーンみたいな感じで見ていただけるとありがたいです。え、何？まあ、朝起きた時の本当のツバメの巣具合がマジで昨日は特にやばかったんですけど、とりあえずもがき苦しんで焦って一旦現実に戻ります。え、何？ねえ、本当に何？ちょっと待って、本当本当無理。で、一応なんか自分でできるところまで溶かしたりとかいろいろやってみるんですけど、結果私の行きつけの美容室に助けを求めるっていうのが、まあ、ほぼ週に1回ぐらいのペースでトリートメントには行ってるんですけど、こんな感じです。本当お願いします。切れちゃった。アリス、え、誰？あなたが落としたのはこのサラサラのピンクヘアですか？それともこのガサガサのピンクブラウンヘアですか？まず誰？私は髪の毛の Oh no no ヘアスタイルの神様です。 Oh no no 女神様です。そのサラサラのピンク、あなたは普段から髪の毛をピンクにしたりピンクにしたりピンクにしたりピンク、ごめん取り乱した。サラサラのそのピンクの方だと思います。毎回毎回ピンクにする、ピンクにするからピンクにするからツバメの巣になるんだよ。いや、なんか朝起きたらなんか後ろにツバメの巣感があってすごいゴワゴワするなと思って、で鏡で見たらなんかすごい結果になってて。もう一回聞くよ。もう一回もう一回、ワンちゃんワンちゃん、あなたが落としたのはこのピンクの髪ですか、それともこのぐしゃぐしゃなこのぐしゃぐしゃなピンクブラウンヘアですか、どっち？いや、私何にもしてないんですよ。自分の胸にそっと手を当てて考えてみてください。何もしてないと思うんですよ。何もしてないんですけど。10秒、いや、もう1秒でも分かる、1秒、いや、むしろ 0.5 秒でも分かるはず。何もしてなかったと思うんですよね。で、分かる分かるよ、分かる。なんでなんでそんなにそうバチが当たるようなことは本当してないんですよ、多分。だからピンクをやめればいいんだよ。私だって辛いんだよ、こんなのつけてさ。なんで私がこんなやらなきゃいけないんだよ。そんな怒んないでほしいなっていう感じなんですけどね。熱いよ。おお、何？メガン？何？メガミ？メガミ？これ何？メガミ送ってくる？もう少な。メガミ使ってるやつじゃないのこれ？お風呂？これは串に通、これ串 KUSHA って書いてある。これ串に通して。これ串に通して使いなよ。 PS これもピンクだよ。なんなんだよ、ピンク進めんだか進めねえんだかはっきりしろよ。串に、あ、やばやば、トゥルトゥルする。え、メガミ、え、メガミ、ちょっと待って、おお、トゥルトゥルするよ。メガミ生き返ったよ。メガミ、メガミ、メガミ生き返った、すげえ。メガミのガミってか、え、神の神、メガミのガミって、あ、そういう感じ。メガミのはあの女に神じゃなくて女の神の女神。もっと説明してけよ、わかんねえじゃん。いきなり女神とか言われても。そういうことか。ああ、解決した。
はい、ということで、すごいよくわからない劇場を繰り広げてしまってごめんなさい。女神はちょっと女神様だったっていうね、今ただ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 この中で勝手にストーリーが繰り広げられただけなんですけど、昨日ね、私神死んだとツイートしました。はい、こちらツイートしました。で、神死んだんですよ。でも神死んだ神をツイートできなかったの、なぜかって、はい、これだから。やばくないですか、これマジで。これ昨日これだったのよ。きつくないこれ。うんで、もう女神の格好してフードかぶってさ、昨日原宿に行ってきたわけですよ。で、いつも行きつけの美容室のラディカル原宿でですね、サラサラにしていただいて、もうサラサラになったわけなんですけれども、で、このトリートメントは本当にこうちゃんのお母さんからいただいたものを使ってるんですけど、やっぱり普段のヘアケアは大事だなっていうのが昨日の朝すごく思った。もう昨日のね、今朝起きた段階からのをちょっとなんでこうなったのっていうのをただただドラマ調にしたかっただけなんですけど、私が昨日マジであんな感じだったんですよ。本当にやばかったんですよ。なので皆さんには普段のヘアケアをちゃんとして、で、普段いろんなね色にカラーにするんだったらカラーをした後がやっぱ大事なので、もうヘアトリートメントだったりとか、洗い流さないねトリートメントだったりとかをちゃんとしっかりとした方がいいなと本当に改めて学びました。マジで昨日の盛り上がりあんな感じだったんですよ。もうね、あなたが落としたのはどちらですかっていう、で、あなたがピンクにしたからでしょ、あなたがブリーチしたからでしょみたいな、なってなってる状態だったのね。で、なんかでも泣いてもさ仕方ないから泣かないとか、涙さえ枯れて出てこないし、もうなんかはぁーってなってて、どうしようって感じだったの。だからもうすぐにもう美容室電話して、もうどうしたらいいか分かんないみたいな感じだったんですよ。あんな感じだったんですけど、はい、ということで皆さん普段からのヘアカラーやるんだったらちゃんとヘアケアをしてください。はい、本当に私が身をね、もう結構ねコメント欄でも髪やべえなとか結構来てたんですけど、髪死んでんなって、それ一番私が分かってることなんで、髪トゥルトゥルになりたい人なんですけど、でもやっぱりピンクが大好きなのでピンクはやめたくないので、ずっとそれを続けていきたいなと思ってるんですけど、普段からのやっぱりヘアケアっていうのは女神も言ってたように本当に大事だなっていうのを昨日今日とすごく学んだので、皆さんマジでトリートメントだったりとかヘアパック忘れないでください。次回、の動画いつ撮れるかがちょっとわからないんですけれども、エチュードハウスでヘアパックの商品を買ってきたので、その商品レビューをしたいと思います。結構セットで買ってしまったので何度かに分けて作りたいなと思ってるんですけど、昨日の事件があってからすぐに原宿のエチュードハウス行って、ヘアパック商品ないですかって言って、すごい行って買ってきたので、それをレビューしたいなと思います。うまいようにつながったなこれね、びっくりしちゃった今。はい、ということで森有でした。今日の動画本当に見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はですねここら辺に出しておきます。よろしくお願いします。森有でした。今日はいつもぐらいに長くて申し訳ないです。バイバイ、ありがとうございます。